今3時ね、43分になってます。はい、じゃあちょっとね、 H1 のこちらですね。 H1 で今ちょっとこれ電圧測ったんですけどね、7.6V 出てるんですけどね、これでは、まあ、実際はね、設定は 7.4V に設定しましたんで、それでちょっと飛ばそうかなと思います。以前ね、まあその実際は 7.4 で飛ばしてなくてね、6V で飛ばしてたんですけど、ちょっとね、指摘っていうかね、まあこのハイボルテージの、まあこれ、なんだっけ、DS820M、 まあこれ、コンボなんでね、まあセット品なんですけど、これがね、まあ、ハイボルテージだったかな？うん。なのでね、なんか 7.4 からって書いてるんですけど、実際ね、アンプ、これもね、デフォルトで、まあ、変えてなくて、まあ実際ね、デフォルトで 6V なんですよね。でね、まあそれで今までずっと飛ばしてたんですけど、まあ特にね、問題なく、飛んでました。でね、まあちょっと、その指摘っていうのが、そのハイボルテージのサーボでね、まあその 7.4V 以下で飛ばしても大丈夫なのか、まあ今まで全く問題ないっていうのは、まあ奇跡だったのかちょっとわかんないんですけど、とりあえず、この、まあ、これが1号機なんでね、とりあえず問題なく、飛んでまして、んで、まあ、とりあえずね、その 7.4 に変えてのちょっと初フライトをねしようかと思います。よいしょ。はい。ちょっと GPS モードに切り替え。まあ、黄色点滅ですね。今、GPS を補足してます。で、今これ挿したのはね、まあ、100の、アライのアンプね、2箇所、2系統からね、電源が出てるんで、1個の、まあ、普通の線ですね。ベックじゃねえか。ESC か。に、まあ、刺さってるんですけど。で、もう一本ね、電源用としてね、出てるんで、それを、まあ、受信機に刺しています。で、まあ、受信機からは一応、まあ、S バスと、これ GPS？ うん。S バス2に、GPS を刺してますんでね。はい、最初の、GPS の補足はちょっと時間かかります。まあ、一応キャノピーはもうつけても、キャリブは終わってるんで、お、今なんかハゲたな。もうキャノピーがボロボロです。はい。あ、グリーンになったね。よいしょ。で、あとね、まあ、まあ、なんだっけ、デルタさんからはね、ちょっとこっちの、まあ、フロントに積んでるね、TGZ580 の方もね、ちょっと、なんか飛ばしてたら、まあ、デルタさんもね、今機体つけてるのがなんか2機ほどあるんですけど、飛ばしてたらね、まあその6軸使わずに3軸でね、飛ばしてて、まあ長いこと飛ばした後に、ちょっとね、6軸入れると、ニュートラルズレを起きて、機体がね、傾く。まあ普通6軸に変えたらね、水平になるのが普通なんですけど、それがね、なんか、最初のね、飛ばし始めのすぐの6軸はいいみたいなんですけど、
その終わり際のね、時に6軸使うとね、なぜか傾いてしまってちょっと危なくてつって飛ばせないっていうことで、そちらの方もね、ちょっと、調べてみたいと思うんですけど、とりあえずこの H1、今回はちょっとね GPS アンテナはこれ今修理してアンテナをね、途中から、コネクト、配線をね繋いでますけど、まあ、元はその H1 の本体に刺さっているところの接点がね、あっこだけちょっと気をつけた方がいいかなと思います。今回ね変えたのはね、そのコネクターがちょっともうぐちゃぐちゃになっちゃってね、もう刺さらないようになったんで、ちょっと先っちょコネクターを変えないと危ないんで、そのためにねちょっと、変えました。で今これはあのバッテリー監視モニターはつないでないです。なのでね、今バッテリー 96% ほどあるんですけど、いつなあの、ね、早めに下ろさないとね、新品のバッテリーじゃないんで、はい、一応ハの字離陸します。はい、モーターラン、はい、スティックセンター、で、ある程度もう離陸ぐらいの回転数になったら離陸します。はい、センター、前進、今スティックはセンターですね。はい、一応ブレーキはねゆっくりですね、こうエレベーターこう今アップして離すとゆっくりブレーキ、じわっとなんかね、当てかじみたいな感じになります。エルロン離す、じわっとでちょっと流れるぐらいかな。はい、左離す、はい、ちょっと流れる、でラダー離す、これはまあピタッと離す。ちょっとね録画が止まってしまったんでね、どの辺から止まったかちょっとわからないんですけど、とりあえずね H1 の話します。とりあえずね、まあ、あの送信機、こちらねフェールセーフ、一応ねすべて、入れております。まあそれするとねこの風に、全てね、見えにくいけど、全部フェールセーフに入れてますんでね数値、まあ入れるときはねこうスティック全部センター、要は飛んでる状態でモーターランとあのフェール、あーリターントゥーフォームですね、であとはもう、8の字は切っちゃって背面も切っておく、でこの時にねフェールセーフどん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 、セットしていきます。でこの状態で、まあ、一応これを教え込ませた後はもう普通にねいいんですけどね、はい、で今こっち今青になってますよね、今 3D モードで、これが GPS モードでね、ちょっとその YouTube の中の動画で、まあ他の方なんですけど、ちょっとエアウルフね450が、まあ濃紺で流されて、まあ、ちょっと墜落ということになったんでね、それのね原因がねわからないんで、ちょっと調べたいんですけど、調べるっていうか、まあ個人的に、それはね、2回起きてるんですよね。同じように。なので、その、離陸した位置から、まあ多分20メーターは離れてないとは思うんですけど、まあその場合はね、まあそのまま着陸するっていう、濃厚の場合着陸するんですけどね、1回、普通はね、上に、まあ、20メーター以上ぐらい離れていれば、一回上に上がって、帰ってくるんですけど、それがなくて、風に流されてたんでね、そうするともう GPS しか考えられないんで、ここのね、コネクターがね、ここの爪がね、結構折れやすいんでね、GPS を、受信してないかなと思って。これ抜くとね、確かこれ、GPS モードが、こういう風にねエラーを起こすんですよ。まあ、ノーシグナルみたいな感じですよね。こうなると実際はまあ、GPS がない状態なんで、多分暴走するんじゃないかなと思うんですけど、これね今刺してもね、まあ、戻りませんよね。戻るのかな？戻らないよね。これもう電源入れ直さないとね、多
環境も奥まで刺さってると思うんですけど、ダメですね。はい。一回ちょっと、3D モードします。はい。GPS 関係ないですね。もう完全に、もう GPS を無視している状態になってますね。ちょっと 3D にして、サーボは操作できますね。うん、操作できるのね。ちゅうことはあれ、ノーコンになったとしても操作できるっていうことですね。まあ、それのね、プロポが確か 10J だったと思うんで、なんか3ちゃんのみしかフェールセーフにね、使えないらしいんで、まあ、要するに他のチャンネルは、ホールドになってると思います。なので、まあ、ホバリング状態だったんで、まあ、風に流されて、まあ、ホールド状態のサーボで行ったのかもしれないかな。ただ、ノーコンになったらね、H1 が勝手に、リターントゥホームがかかって、まあ、離陸地点に戻るから、まあ、GPS さえ生きてれば流されることはないと思うんですけど、ちょっと再起動します。はい。普通に青に戻りましたね。じゃあちょっとこれ電源をね、落としてみますね。はい。はい、落ちました。これ今赤のね、早い点滅、ノーシグナル状態になっています。で、普通ならね、まあ、飛んでたら、これで、自動帰還するんですけど、うん、あれがしなかったんでね。はい、じゃあちょっと切ります。うん。ということでね、何が原因か。まあ、後ろに乗っている、まあ、実際ね、こうサーボから15センチ離せて、っていう、まあ、説明書的にはあるんですけどね。まあ、15センチ離せれる機体っていうのは多分、そうそうないと思います。でね、まあ、H1 をね、ここの前に乗せてる方もいるんで、まあ、自分的にはね、まあ、ここにアンプとモーターがあって、結構磁場的には、あんまし良くないかなと思って、まあ、後ろにつけてるんですけどね。で、まあ、ここから離すったらもう本当にね、サーボベッドっていうかね、ここにね、作って、それを、こっちの方まで、付け替えるしかないんですけどね。まあ、あと配線がこんだけしか、余裕がないんで、こっち、フロント側がちょっと短いんかな。これは GPS アンテナちょっと延長したんで、異常に長いんですけどね。はい。で、原因がね、分かればいいんですけど、ちょっと分かんないんですね、やっぱし。まあ、一個一個試していくしかないですね。はい、とりあえず、以上になりますけど、あと、これもね、一応、ウルフをね、乗せる予定、ちゃう予定なんですよね。ただ、この、今乗ってるのはね、HK の600なんで、ちょっとこのフレームのネジのね、穴の位置が違うんでね、それ用にまた穴開ける、これ用にね、穴開けるとまた穴だらけになってしまうんで、ちょっとね、その変換っていうか、それのな、なんだろう、スペーサーみたいなのを作ってね、乗せたいんですけどね、それがちょっとなかなか作れなくて、ちょっと移動できないという感じです。まあ、これにね、一回ちょっと引き込み用のサーボを、まあ、これに取り付けて裸の状態でね、サーボだけちょっとこっちに一個ね、なんか余ってるやつつけて、まあ、それをつけてのテストフライトを何回かした方がいいかなと思います。うん。ただね、受信機からサーボを取るなと、なんか説明書のね、新しいやつには書いて、てるんかな。うん。なので、要するに多分電圧が低下するとなんか問題が起きるっていうことだと思います。まあこのね18だとね、デュアルサーボデュアル受信機レシーバーができるんで、もう一個ねこれレシーバーを増やして、
そちらにね、まあ、電源供給をして、そっちのチャンネルを、まあ、これが、まあ、8ちゃんなんですけどね、9ちゃんから、まあ、何ちゃんだろうな、まあ、要は9ちゃん以降、この8ちゃん分使えるようになります。まあ、それのね、空きチャンネルを使えばいいっちゃいいんですけどね。まあ結構受信機もこれ高いんでね。まあそのウルフにこう2個も受信機、もったいないっちゃもったいないけど、まあその受信機がね、刺すとこが増えれば、まあ引き込み以外にもね、ライト、電飾ですね。電飾を、まあ、送信機で操作したりね、まあこのランチャーをね、お腹から出すっていうね、最高の時に、まあその外のね、もう一個の受信機ですれば問題ないと思うんですけどね。はい。ただ今の状態だと、これに刺す以外ないんで、まあ要するに、まあ、それがダメなら、別電源を出して、その電源を、サーボにはね、赤と黒だけつないで、あ、ダメだ。サーボには信号線行かないといけないもんね。全部いるな、やっぱし。はい、ちょっと、わけわかんなくなってきたな。うん。他に割り込ますとかないもんね。うん、こっちの H1 には割り込ませできないし、まあ、普通にするんであれば、普通にもうこの受信機にサーボ挿すしかないんですけど、それがダメって言われたらちょっとね、困りますね。はい、以上です。ちょっとわかんないです。